はい、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。りーちゃんです。今回はですね、前回のラーミヤ戦の教訓ですね、生かしましてですね、今回は育成ですね。で、今トルネコ預けてるんですけど、トルネコ引き出します。で、代わりにダイアンをね、ちょっと預けていこうかなと今回は思っておりますので、トルネコね、戦闘終了後にね、盗むっていうのがねあったりするんで、それでトルネコをね引き出して、ライアンをちょっと預けますけどね。でトルネコを迎えて、で行くところは、ヘルコットですね。そっちへちょっと行きたいと思います。はい、このフロアですね、出てくる敵なんですけども、強くはないです。でドロップアイテムがね、なかなかステータス上げるやつが多いんで、トロネコの盗みも兼ねて、レベル上げも兼ねてやっていきたいと思います。
さてリベンジ行きましょうか。もうむちゃくちゃやってきましたよ。もうレベルもねマックス2人いますし、なんか勇者バグって身の守りは500に上がってますけどね、まあ、いけるでしょ。パーティーはもうこのパーティーで行きます。道具はもう世界中の歯を捨ててメガザルの腕で固めました。今回は勝たせてもらいますよ。
買ってしまった。これ強制送還されてるんですけど、一応2人いますね。多分これ出たら、このまま外に出たら多分消えるでしょうね。よし、じゃあもうこれはもうこのままルーラで移動しましょう。はい、謎の剣士いきます。じゃあ倒すぞ。
一応ライアンはね、ヘルクラウドもあえてできるように破壊の鉄球を装備させてます。ヘルクラウドね、うっとしいんで、さっきヘルクラウドを蹴散らしていきます。結構しぶといな、でもこいつ。爆弾石が集中してくれるのはめっちゃ助かりますね。来た来た、もう一匹。
アリーナは謎の剣士狙ってもいいかもしれないですね。アリーナ結構避けますね。ミカ足脚打っといた方がいいかもしれないですね。潰されるかもしれないので2人でデフォマズンやっときます。正解。
ようくんな。追加ダメージの方に入ったんや。どうした？来た。じゃあこれで封印の門のやつ全員倒しました。特に何もねなかったんですけど、はい、メガザルの腕はね投入したんですけど、謎の剣士全く使うことなく勝てました。まあレベル上げたからでしょうけど、はい、ドーピングもやってますからね。はい、今回はここで終わりたいと思います。また次回ね、ちょっと何するかちょっと分かんないんですけど、何かあれば、またやっていきたいなと思っております。それでは、ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画もご視聴ください。